もちょ、俺帰ります、帰ります。はい、どうも、シワです。というわけで、今回もね、面白そうなホラーゲームがあったんで、やっていこうかなと思います。深夜徘徊ですね。これ、一見、チラザートさんの作品に見えると思うんですけど、全く別の人が作ったホラーゲームで早速、やっていきましょう。あ来たね、電話が鳴ってる。長くね <laughs> ちょっと、待って、感覚長くないか大丈夫かな、これ。 まだ画面も暗いままだし、あ、来た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 。来たどここれえ、どここれあ、家か。寝てたのかな主人公。え、むちゃくちゃリアルなんだけど。いいね。なんかやりごたえがある。OK、行来ました。もしもしうぅぅその声、斎藤なのかお前、どうしたんだよ。半年も連絡をよこさないなんて。え、なに失踪してたってことてん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 。え 今から公園で会おうってなんでいきなりなんだろうなんでいきなり公園に呼び出されるのまあ明日は日曜日だし会ってもいいよ。あ,あ少し準備したら公園に向かうよ。じゃあまた後でな。半年も行方ゆっく膨らましてたってことだあれかな一緒に住んでたってことかなお腹がすいたな。なんかを食べ。ああるね。大丈夫これかびてたりしない大丈夫かなえ、むっちゃ感度高いんだけど。ポテト全部食って。おい、くちゃらだぞ。やめとけ、やめとけ。 これは、あ、いわゆる灰皿だった。これでえ、4本も一気に飲むのすごすぎんだろ。これはスマホは持ってかなくていいえ、持ってかなくていいのかなあれかな公園ってどこ行くのこれ外どこここかでもなんかここあるけど、これ。あ、あ<っ>これで持てんのいや,いや、待って主人公の声がするんだえあー、ちょっと待って。むっちゃ吹っ飛ぶんやが。これであ、電気か、これ。これは行けないと。 どけれないんだけど、なんでこれ、え、待って、どこ行くのこれ。え、これどっか持ってくのかなえあ、あそこか。これ、所定の位置にやらないと先進めないタイプか。めんどくせえな、ちょっと。OK、来ました。ここが出口かなここはなんかある。なんか必要なもんあったら持っていきたいけどね。名もねえわ。行くか。公園ってどこなんだろうこれ、外出んのかなあ、来た。公園に到着。ずいぶん早い到着で。さて、サイトはどこだ え、暗いな、こんな時間に呼び出して何何があったの斎藤どこいんのいなくね広いのかなこの公園。いなくねーかえかえ連絡しといておらんってあるそんなこと。なんかフラグ立てんのかな滑り台滑っとくウィーなんもなんないけど、これ何時間経過で来る感じ <laughs> 何なんかいるなんかいる気持ち悪え、何こいつ。 え、キモくねえ、なにこれ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 あ、待って、むっちゃ鳥肌やばいんやけど。なにこいつ、こんにちは。お話ししましょう。え、待って、これ近寄れない。え、なんでそんな口開けるのが怖すぎる。やべ、追ってこねえよな。大丈夫だよな。なにその赤いスーツ。見つからないな。いや、いるけどなんか。なんかいるよ。待ち合わせの場所は公園のはずだったよな。仕方がない。斎藤に電話するか。どうしたしまった、充電が来ねえ。なにやってんだよ、主人公。 そういえば近くに公衆電話があったはずだうわこれで行くのかフラッシュライト F これライト照らす照らせるこいつえ気持ち悪追ってこないよななんかむっちゃかくついちゃうんだけど大丈夫これえ来ないよね怖どここれ一人歩き怖いんやが誰か人いない大丈夫サボテンかと思った何何何何何の音,何の音,何の音,何の音やめてこれフラッシュライトフラッシュライト機能しないんだよなこれついてんのかこれフラッシュライトついてないよな すげえ、日本が舞台って感じがする。当たり前か。あ、誰かいた誰え警察官おお、びしたそこの君。何こっちに来なさい。怪しまれてるんじゃない俺。こんなことするから怪しまれるんだよな。おお、おびきしたこらえ、ちょっとバグってるバグってバグってる無視するんじゃないごめんなさい。こっちに来なさい。わかりました。え、なんか変な人いたんですけど。こんにちは。おいおちょっとまた話せないんだけど。ちょっと顔見せて。ちょっと君少しいいかな私は警察だ。それは見たらわかりますよ。 こんな時間に何をしているんだやっぱそうなるよね友達と待ち合わせしてますあこれいけるんだね信じてもらえるかなこんな時間にやっぱ怪しいよね怪しいなてん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 ,てんどうやら嘘はついてなんでわかんの顔を見たらわかるんだ君は素直な顔をしている引き止めて悪かったねおーだいぶ話が早い警官だね君は知ってると思うがここ半年で行方不明者が続出してるんだ 斉藤もその一人かなそれに最近怪しい男が徘徊しているという通報が今公園にいました。公園にいましたよ。もし怪しい人物を見かけたら連絡してくれ。え、だから公園にいたって。えなんで主人公言わないのなんも。えー、ちょ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 。あ、そっち、そっち、そっちにいた。警察。そっちに怪しい人いたから気をつけてね。俺はどこに行ったらいいんだサイト、公衆電話。公衆電話ってどこどっちにあんの公衆電話って。広いんだけどマップ結構。これ、あれかなシリーズ化になっちゃうかな こっちかフラッシュライトがつかないんだよなこれ機能しないんだよなんでなんか黒いもやかかってんだけどあこっち行き止まりかうわ武器普通の人だったわ驚いてるこんにちは何何ですか何この不穏な音楽やめてジロジロ見ないだよ気持ち悪いえそんな初対面の人にそんなこと言うえうっひえ何どうしたば化け物。えひどくね近寄らないでえひどくないか えー、えー、どこ行った早っ、早っ、早っ、早っ。え化け物お俺のことえ、ひど、ひどくないかそれはさすがに。え、声かけただけなのに。こうあった公衆電話。汚っこんな、こんな汚ねえのカビ生えてるんだけど、そこら中に。たけし電話が繋がらない。おー、来たえ主人公のじゃないのか え、たけしえどこにいんの、たけしええ、これ主人公のじゃんえ、どっから聞こえるどっから聞こえるわかんないんだけど、ここあ、ここだ。こここんなんかあー、吐くどこ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 ああった、スマホ。これは、おそらく斎藤のものだろう。え、えー、なにな、ななんか音がする。なんかカシャカシャ音がする。だから誰か喋ってる俺の耳元で囁いてる。気持ち悪い。 ああいたえ、キモあいつのことえ、クソキモいやん何したらいいの何かあるああ、ウォ<っ>ールドふっどけろあ、ここに移動ねオッケーオッケーオッケーお,お,おいおろせおいおろせよ <noise> 何してんのは<っ>え、え、おろせないんやか<っ>あおろせたここ、こここうか。置いてー<っ>きた、きたきたいやあいや、おろせようおびっくりした反撃してきやがった、こいつオッケー。これで、 なんか動かせんのかないや、待って、これ、定位置にない <はっ S 1> これも横でいけるだろう <はっ S 1> あ、来たーこれでここ開けんのかオッケーオッケー、気持ちょっと待って。奴から距離を取りたい。マジ気持ち悪い、あいつ。しゃがむ。オッケー、来ました。で、これで、開けんのかえ、これ引くのうおあ、これホールドで開けるタイプねえ、え、なんで開けん、開けれないんだけど。うわ、来たえ、なんで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 バグってる。え、いけって え、怖っ待って、これ、フラッシュライト。あ、照らせたわ。お聞きました。え、随分暗いな。え、怖怖すぎる。えー、何何何何,何あー、なんかある。え、ずっと喋り声聞こえるんだけど。ええー、気持ち悪いってえ、えー、気持ち悪い。え、マジでやばいって。 このゲームやべえ待って、天才を発掘してしまったかもしれない俺、ホラーゲームの。開きました。え、なんか見知らぬ場所来た。待って、さっきまで住宅街にいたよな。どこだこれ。え、どこなのなんでこんなもやかかってんの意味がわかんないんやが。どこに行けばいいのなんかここ小屋あるし。気持ち悪いんだけど。え、なになんかいるなにこれ え、気持ち悪い戸あるし、井戸はバイオハザード4、誰お前、斎藤かもしかして。え、ハゲてる。6ヶ月見ない間にハゲちゃったの斎藤かもわかんないよな。斎藤、あ、こいつか斎藤。え、何おい斎藤ちょっと待ってよ。え、どこ行くの人を呼び出しておいて。え、最低すぎないか主人公の周りの人、化け物とも呼ばれるし。は 待って、我はどこに行ったらいいんだ、我は。はぁ、なになんか赤い。え、え、なにこれ気持ち悪い。なにこの赤いのえ、どここれ気持ち悪いんやが。これ入ったらいいのかなえー、むっちゃ怖え。こんにちは。え、てか、絶対的キャラと合わないだろ、あれ。だってマジックマンみたいな感じの格好してもんね。なにマジックマンって。マジックする人みたいな格好してたのに、こんな和風なやつと合うかえー、もう無理だわ、これ。 行きたくねえマジでこっちだよなぁ。こっちなんだよなぁ。多分行くの。なんか何個か扉あるけど。開かねえし、ここ。あ、ここも開かねえ。え、何これ一個ずつ上げていく感じ。気持ち悪いんやが、ほんとに。謎解きも無理。頭悪いのにさぁ、謎解きも加わったら俺、マジで俺、このゲームクリアできないかもしんない。どここれとこかく襖、ま。襖鍵かかってることはないでしょ。 あ、開かねえのか、いけねえのか、とりあえず。え、いきなり2階ちょ待って、喋らして今日、いっぱい。怖すぎるから。え、なんか扉ある。後ろから近づいてないのは、マントの、赤マントみたいな感じだな、このホラーゲーム。赤 <laughs> かんし、ここ何、何ちょ待って、ちょっと待って、愚痴ばっかり言ってるな、笑おう。笑いながらやろう、ゲームは。開いてる、ここ。むっちゃ怖い。大丈夫かなんかある、ここ。入るよ。 なんかある何これ家主の日記夜中に誰かが家の周りをうろついている最初はネズミか何かだろうと思っていたがどうやら人みたいだヤバいじゃんそれ何やらボソボソとつぶやいている少しうるさいから注意しようかと迷ったが一時的なことだと思い無視をしたえこれ絶対言った方がいいって警察とかにあーびっくりした今後ろ振り返ってやるかと思ったわしは何をしたらいいこれ戻ったらいいのかなだって上空いてなかったもんね暗いってだから懐中電灯意味なしてないじゃんこんな なんかどっかが空いてるとかそんなことあるこああ空いてる空いてるわここ空いてたけど何かあんのかなここに暗すぎて見えねえあった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 何これ家主の日記一時的なことだと思い気にはしていなかったが奴は週に何回か来て時々何かを叫んでいるもう我慢の限界だ今度来たらガツンと言ってやるなんかこの家主死にそうなんだけど雰囲気的に大丈夫かな大丈夫 え、なんか向かいのドア開いてね気のせいかはいや、開いてるよな、開いてるよな、開いてるよな。なになんかいるなんかいんのえ、誰か倒れてる。え、ハゲチャビどうしたそ、そんな。死んでる。なに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 やめたまえ。やめたまえよ。やめたまえ。何の音 何の音なんか赤い。何かいんいんだろお前いいんだろマジック。マジックいいんだろマジック。怖くねえからな。行ってやる。ホラーゲーム苦手でも行ってやる。バカめ、これ2階か大丈夫なんだろうな。驚かして来ないんだろうな。ここにいるんだろう開いた開かないで欲しかったけど。誰え、誰 誰見るよえな何見たけどはうわあ来たなんかいる無理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 マジ逃げるごめんごめんなさいごめんなさいなんか支えてるなんか支えてるごめんなさいごめんなさいもう来ないで来ないで来ないでちょ俺帰ります帰ります や, <laughs> や,ばやばい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 ちょ、やばい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 マジでやばいマジでやばいマジでやばいどここれ,どこ,これどこ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 ライトライトライトつけろってどこかわかんねえんだよこれ暗すぎてや,やばいってちょっと待ってマジでどこ行ったらいいのこれ待って暗すぎてわかんない<マジで>ちょ待ってどこ出口どこ出口どこ出口どこ口どこ,これバグってんだろマジでこっちかこっちだったっけこっちか待ってわかんねえ、全然。 どこだっけうわびっくりしちゃうまたびっくりしちゃった。ちょ待って、わかんないって、だから暗すぎるんだって。ねえ、マジでどこかわかんない。あった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 。出れた出れた出れた。やったー、マジじで。きたー、これ暗すぎて見えなさすぎ。お、え帰ってきたはい雨の中必死に走った。何このドア。何が起きたかはわからない。まあ、そりゃそうだよね。とにかく、やっと家にたどり着いた。 え、むっちゃ怖い。待って、こっから来ない。ダーンって。早く警察に連絡しないと。早く、早くしないと。何何が起きてる何が起きてるバグったバグった動かない。あ、来た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 。たあ、ここが開いてんのか。これ閉めよう。閉めて。オッケーオッケーオッケー,オッケー。ああ来たもう何よ、何お前もマジで無理って。気持ち悪い。Thank you for playing. 終わりましたね。もうやっと終わった。マジで怖かった。このホラーゲーム。天才だったわ。作った人。はい。というわけで、時間もいい感じなんで今日はここで終わりたいなと思います。今後の更新が気になる方はね、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。